アプリケーションソフトウェアアプリケーションソフトウェアアプリケーションソフトウェア応用ソフトウェアはアプリケーション応用プログラムともいいワープロや表計算などといったコンピュータを応用する目的に応じたコンピュータプログラムであるなおそれに対してシステムプログラムはアプリケーションプログラムに対して処理実行のための計算機資源を中華して提供する などのインフラとしての役割のプログラムであり、ユーザーが要求する情報処理を直接実行するものではなく、ユーザーが普段は意識することはない裏方的な存在がシステムプログラムである。アプリケーションソフトウェアの例として、一般的な事務作業を支援するワードプロセッサー、表計算ソフト、データベース管理システム、DBMS や、 映像や音声を再生するためのメディアプレイーなどが挙げられる。複数のアプリケーションがパッケージとして同梱されたものをアプリケーションスイート、アプリケーションスイートと呼ぶことがある。例として、ワードプロセッサや表計算ソフトなどを同梱したマイクロソフトオフィスと OPENOFFICE.ORG が挙げられる。スイート内の各アプリケーションの特徴として、 操作のユーザーインターフェースに一貫性があり、表計算ソフトで作成したスプレッドシートをワードプロセッサの文書内に埋め込むなど、相互のデータのやり取りが考慮されていることが挙げられる。組み込みシステムやデジタル腕時計、簡易的なゲーム機などでは、アプリケーションソフトウェアとシステムソフトウェアは利用者から見て区別できない場合がある。例えば、ビデオテープレコーダー、DVD プレーヤー、 電子レンジなどの制御はアプリケーションソフトウェアとシステムソフトウェアの組み合わせによって実現されることがあるがそのような機器内部の組み合わせは利用者には区別することができないまたアプリケーションとシステムソフトウェアを分けずに作成されている場合もあるアプリケーションソフトウェアは目的に応じて利用者が自作することがある身近な例としてはスプレッドシートのテンプレート ワードプロセッサのマクロ、科学的、シミュレーション、グラフィックス、アニメーションなどのスクリプトなどが挙げられる。電子メールのフィルタも自作ソフトウェアの一種と言える。一方、世の中の多くの人が共通的に利用できるものとして、汎用化して売り出したものをパッケージソフトウェアと呼ぶ。会計処理や給与計算、製造業、 小売業などの多くの分野に対して、業務用や会計用、人事や査定用のパッケージソフトウェアが販売されている。近年のパッケージソフトウェアには、Java EE と Apache Struts を利用した Web アプリケーションサーバー上で稼働するものがある。2000年代初期より、iApple など、携帯電話上で動くアプリケーションソフトウェアも登場した。 オペレーティングシステムなどのシステムソフトウェアとアプリケーションソフトウェアの境界は明確ではなく、しばしば議論の元となる。コンピュータ科学的には、プロセッサのユーザーモードで動くプログラムか、OS など特権モードで動くプログラムか、といった議論は可能だが、CPU モードの記事などを参照、コンパイラとワープロの間のどこに境界線があるかなどというような話は議論のしようがなく、 そもそも意味がある議論ではない。テキストを操作するアプリケーションもあれば、数式、グラフィックス、あるいはこれらの組み合わせを操作するアプリケーションもある。ワードプロセッサのように特定の作業に特化することで、強力な計算能力を提供するものもあれば、個々の作業をこなす能力は低くても、いくつかのアプリケーションを統合したソフトウェアもある。 コンテンツは講義には全ての具体化されたソフトウェアを含むことがあるが、アプリケーションソフトウェアと対比される場合には、該当ソフトウェアが作成、編集、出力、管理する対象物を指す。多くは、コンテンツ自体がデジタルデータである。例えば、画像処理ソフトウェアは、アプリケーションソフトウェアであり、作成、編集されたデジタル画像をコンテンツと称する。 企業ソフトウェア、エンタープライズソフトウェアは、組織のプロセスやデータフローのニーズに対応したもので、大規模な分散環境であることが多い。例えば、財務管理、顧客関係管理、CRM、サプライチェーンマネジメント、SCM などがある。部門ソフトウェア、ディーパートメントルソフトウェアは、企業ソフトウェアの一種であり、大きな組織内のより小さな部分を扱う。 例えば、出張旅費管理、IT ヘルプデスクなどがそれにあたる。企業基盤ソフトウェア、エンタープライズインフラストラクチャーソフトウェアとは、企業ソフトウェアシステムをサポートするために必要な共通機能を提供するものを指す。例えば、データベース、メールサーバー、ネットワーク管理、セキュリティ管理などがある。インフォメーションワーカーソフトウェア、インフォメーションワーカーソフトウェアとは、 組織内の個々のプロジェクトで個人が情報を生成し管理するニーズに対応したソフトウェア。例えば、時間管理、資源管理、ドキュメンテーションツール、解析ツール、グループウェアなどがある。ワードプロセッサー、表計算ソフト、電子メールクライアントやブログクライアント、個人情報管理システム、各種メディアエディタなどは様々なインフォーメーションワーカーの仕事で使われる。 コンテンツアクセスソフトウェアコンテンツアクセスソフトウェアは基本的には編集することなくコンテンツにアクセスするソフトウェアだがコンテンツ編集機能を持つ場合もあるデジタルエンターテイメントの消費を目的としたりデジタルコンテンツを出版するのに使われることもある教育ソフトウェアエデュケーショナルソフトウェアはコンテンツアクセスと似ているが教材を提示するだけでなくテストを課すことで 学習状況を管理する点が特徴的である。また、グループウェア的要素を持つことが多い。シミュレーションソフトウェア。シミュミレーションソフトウェアは、研究、訓練、娯楽などの目的で、物理的システムや抽象的システムをシミュレーションするソフトウェア。コンテンツ開発ソフトウェア。コンテンツデベロップメントソフトウェアとは、他社に発信するための印刷コンテンツや、 電子コンテンツを制作するためのソフトウェア。グラフィックアート、電子出版、マルチメディア開発などが含まれる。エンジニアリングソフトウェア。エンジニアリングソフトウェアは各種製品開発に使われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。